皆さん、こんばんは。フィゴンです。今日はですね、僕帰国する前に、ゆっくり今知ってるんですけど、退職した会社から、書類を今待ってる中なんですよ。ですから、やり取りしながら、どんな書類がいりますとか、伝えして、まあ、普通に待ってたんですけど、昨日ですね、一つのメッセージをもらったんですよ。こんな内容で、まあ、本人様が不在ですから、まあ、持ち帰りましたっていうメッセージだったんですね。で、その下にリンクがあったんですよ。ですから、あれ？だから、ポストを最初見たんですよ。とりあえずね。その日本だと、その不在、まあ、お客様がもらえなかった場合は、不在のメモみたいな感じで残すんですよ。でもポスト見たら全然何もなかったから、あれ？と思って。でもやっぱり大事な書類だから、ちょっと迷ってたんですよ。でもやっぱりそのメッセージのリンクってちょっと怪しいじゃないですか。普段僕はそう思ってたんで、どうしようかなと思ってて、とりあえず電話したんですね。そのメッセージ来た番号に。いや、もらえなかったらどうしようって思って、とりあえず一回押したんですよ、そのリンクをね。で、押したら、なんか、ダウンロードしませんかみたいな画面が出ちゃって、あ、これはちょっと怪しいんじゃないかなと思って、僕、キャンセルしたんですね。で、キャンセルして、いや、これはもう確認しようって思って、その、会社の方にメッセージしたんですよ。あ、僕、こんな不在のメッセージもらったんですけど、まあ、部長さんが送ってくれたんですかって聞いたら、いやいやいや、全然まだ送ってないよ。金曜日に送るよってメッセージが来たので、あ、これやばかったわと思って。だからこれはまあ、日本とか韓国だけ、その国関係なく、多分、そのメッセージフィッシングって言うんですけど、まあ、昔はね、結構その電話フィッシングが多かったじゃないですか。まあ、日本にはね、そのオレオレっていうフィッシングもあって、あ、オレオレ、俺、お母さん、俺、息子なんだけど、なんか、お金、出してくれるみたいな、電話もあったんですよ、実際。いっぱい。でも最近は、そのメッセージのフィッシングがあって、そのリンクを押して、なんか、そこになんか、その不在の、まだもらってない荷物があるから、それもらうためには入力してください。自分の情報とか。だから、いやー、これやばいなと思って、ほんまに、もらったことないんですけどね、今初めなんですけど、これをあんまり知らなかった人やったら、やっぱりもう普通に詐欺されるじゃないですか。だからこれはちょっとやばいなと思って動画を撮影してます。あー、こんまやばかったですね。だからリンクを押したのも、やっぱり僕の、まあ、せいっていうか、その時になったらやっぱりどうしようって迷っちゃうんですよね。でも結局、まあ、問題はなかったんですけど、まあ、ダウンロードはやっぱり絶対しないように皆さんもお願いします。絶対注意してください。そこでなんかダウンロードしませんかとか、まあ、OK とかそんなボタンがあるんですよ。でもやっぱりそれを押したら、やっぱりもう自分の情報とかも行くかもしれないし、まあ、その、引っ掛けをどんな風にしたんかは知らないんですけど、やっぱりこれはちょっと危ないなと思って、まあ、僕らの世代もそうなんですけど、やっぱりその年上の年代の結構高い人やったら、これは絶対ちょっとやばいなと思って、皆さんもぜひ注意してください。これはやばいです。ほんまにもう悪いものがいっぱいですね。でもそれはもう国関係なく、まあどこにも、まあいると思うんで、これはもう絶対気をつけてください。以上です。